中間寄った、シュートは3人回った、ホームインです、同点。柳田も二塁へ、上位打線つながりました。柳田タイムリーヒット、1対1同点です。すぐに追いつきました。まあ、シュートがもう躊躇なく3塁回ってホームへ帰ってきました。もう走らなくてもですね、プレッシャーをどんどんかけながら、で相性のいい柳田選手のタイムリーで、その勢いを見つめていました。近藤切れるか切れないかってところだったですかね、第23号のスリーラン、柳町辰巳。